こんばんは、ひろゆきでございます。グリップのどこを押したらクラブどこが動くってご存知ですか、皆さん。知らない。知らないですか、うん、とここを押したらここ動くんですよ。ここを押したらここ動く、うん、ここを押したらここ動くんですよ。ここを押したらここ動くんですよ。だんだんこう、そう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 、で押すポイントはこれぐらいしかない。ああ。そう、だからここで押すか、うん、ここで押すか、ここで押すかで、うん、ここが押されるか、ここが押されるか、ここが押されるかが変わる。それヘッド以外でも動かそうとするときあるの？ある。あるの？ある。ほんとね、最近それをやった方いた。で、超いい球出てた、まあ、結構上級だけどね。あ、こっちになればなるほど上級になってくるから。だっていつもさ、ヘッドを動かせばって言ってる。そう動かせるの。そう、まあ、ヘッドを動いてるから動かしすぎてだんだんバランス取ってこうなってくるんだけどね。こうやって、こうやって、そうなの？そう、こうやって調整してる。え、それででもさ、一回一回のショットで変えるの、ここ動かす。それどんどん打つ球で変わるから。あ、で打ちたい球で変えるんだ。そう。例えば150のグリーンの右端に打ちたいときは、うん、この辺打つ。この辺押すのね。で、150の左に落としたいときはこの辺打つの。うん。そう、それで球筋を変えるから。わかんない。俺はやんないから余計わかんないけど。しかも、それを今言ったところで、ここに押した結果ボタンがないから、ね、ここで押したらあっち行ったでしょっていうのはできないじゃない。できない。うん、要はその、打ってみてくださいってこと、わかるから。打つ？いや、そういうチャンネルじゃないでしょ。例えば、150に出して右に落としたいときは、この辺を押すのよ。うん、こうやって。うん、で、150より左にこう、ストレートかドロー系で打ちたいときは、この辺を押すのよ。こうやって。そう。で、そのときに、ここでこうやって押してあげたら、こっちが押せて、で、ここで、こうやって、小指の付け根、そう。小指の付け根で、こうやって押したら、ここが押すの。ここが押される。あ、だから右に。右、そうそうそう。それで調整してる、球筋を。だから前の動画で、要はピンポジションによってもスイングって変わるよねって。いやー、それはそうだけど。そう。でも高いボール、低いボール、それ。違うんだ。そう。高いボール打つときは、横じゃなくて、ここ押すから。低いボール打つときは、横じゃなくて、こっち押すから。こうやって。そう。押さえる。こう、そう。こう押すか、こう押すかに。こう押すか、こう押すか。持ち方を変えてるのか。でも持ち方は変えないんだ。持ち方はちょっと変え、多少変えるだろうね。ああ、まあでも。ほんと細かい話、変わって1ミリぐらいだと。そうだよ。あとは、押す方向を変えてるから。こう押すのか、こう押すのか。こう押すのか、こう押すのか。それまたこれも調べてないんだけど、うん、そんなこと言ってるチャンネルないと思う。ないから。もう、アホなんだから。え、それなんで気づいたの？そうやって押してるなと思ったから。そこで変えてんじゃんと思ったの。だから、その何アドレスとか、動きとかで変えてる意識がないから、じゃあどこで変えてんのって自分で言ったの。そしたら、ここだねっつって。そこしかないんだもんだって、変えてんの。でもそれを変えることによって入射が変わってるってことなんだ。そう。例えば、こういう向きで俺話すよ。そしたら12時、6時、9時、3時になるんですよ。そしたら、ローボール打つときは、1時半を押すわけよ。こうやって。そう。1時半を押して、こうやって打つ。で、高い球打つときは、4時半を押すの。こうやって。そう、そういう感じ。打てたんじゃない？いや、打たなくていいんだよ。だってさっき言った通り分かんないから。そう。感覚の問題だから、別に、ほらね、ここ押したでしょって光るわけじゃないから分かんないから、その通り、いいのよ。でもあなたその手の感覚を言語化したっていうのがすごいね。そうだね。うちならではでしょ。ならではだね。だって本当にそれしかやってないと。確信したから動画にしようと思ったの。いや、そうだ。これすごいと思いました。だから、こうやってやったり、こうやってやったりとか、やりませんってこと。
そんなことやってたら自分のスイングできないから。いや、すごいわ。どっちみち打つし、どっちみち打つんだから、うん、そのどっちみちやることを変えただけ。うん、だから、その、クラブがどう入ってくるかっていうのは、うん、その、自分の中で、把握できてるから、うん、じゃあそこをいじろうっていう。うん、だから、その、どうやってクラブがこうやって入ってくるっていうのが、毎回違かったらできないことじゃん。ね。そう。だから、毎回全ショット同じ意識で打たないと、こういう感覚にはなれない。だから、今月は何々意識とか、そういう変えてたら、その感覚も変わらなきゃいけなくなるじゃない。だから、そういうのはできない。ずっと同じことをやり続けなきゃいけないっていうのも、そういうところ。それすごくある。じゃあ雑誌見ちゃダメじゃん。え？雑誌。ダメだよね。で、今月の特集と来月の特集違うでしょ。そう。違うの。そう。ね、うん。そういうのやっていい方っていうのは、自分のスイングがある方。ああ。だから、あの、誰々さん、ノーマルのご自身のスイングやってみてください。曲がってもいいんでって言っても、できる人。じゃないと取り入れられない。うん、そうそうそう。これはすごい話ですね。まあ、感覚だから感覚の動画だったらあの伝わらないかもしれないって分かってるけど、うん、でもやっぱり伝えたい。そうだしそれがこんなプロだよね。そうだよね。誰もそんな感覚伝わらないじゃん。うん、そうですね。そこら辺で熱感じてますよ。いないと動きで伝える方いっぱいいるじゃない。でも感覚って伝わらないから言ってないのかもしれないけど、でも伝えてみなきゃ分かんないじゃん。そうね、そう、ほんとそうね、ほんとそう。ピタッてハマる人もいるかもしれない。そう、あのね、まあ、言ったんだな。俺がなんかそういうの言うのちゃうから、ね、感覚を言葉にするって考えてること、思考を言葉にしてるってことだと思ってて、うん、それを分解できてるかどうかなの。平君の言ったさ、どうやって球いじってんだろうって考えた時に、分解して考えてたら、クラブの入れ方変えてるんでしょ、でもそれやるためにどうするんだろうってまた考えたら、あ、手の圧で変えてんだって、そこで気づくわけじゃん。やってたけど、今まで無意識にやってたことが言葉になるって考えて分解したから、それは素晴らしいね。ありがとうございます。何の動画だ。2人も褒めてるだけだ。でも、うん、そこにも一個ストーリーがあって、うん、その最初にやっぱりね、うん、体の動きに行き着くわけよ、うん、やっぱじゃあ高いボール打つにしても、うん、やっぱ高いボールってこうやってやった方が出やすい、うん、でもあのね、左足下がりこういうライン、うん、こういうライでも高い球打てんだよ。打てんぞ。そう。だけど、そうなったら、こうじゃないじゃん。出ない。それだけじゃなくなってくるじゃん。だって、ゴーゴーで構えても高い球打てるってこと、結局こう、クラブの動きってことだよ。ああ、そうか。そう。で、クラブの動きは俺間違いなく手の中だから。ってことは手の中で何やってんのってなって、さっきの話になった。はい、はい。そう。だから、こういうライしか高い球打てないんだったら、体の向きとか軸の問題で終わっていいんだけど、はい。したらこっちは毎回一緒でいいわけじゃん。あ、そうだね。そう。だけど、こういうライとか、ゴーゴーの平らなライでも、高い球打てるってことは、うん、そこじゃないんだよね。そう。そこに結びついた。それに気づけるのはすごいね。それでもね、ご教科で100点いかないじゃん。いや、でもダメだ。これはダメ。あの、チャンネル登録者数が増えてきて、再生回数伸びてきたから、余計広まっちゃうから。あの娘が見るから、やばい、やばいでしょ、やばいです。パパって言われるから、やばいです。そうだね、うん、でもあの本当この動画は私登録に褒められた家宝にしますから。本当それぐらい感覚って、うん、あの本当に自分で分かった方がいいし、いやそうだね、うん、本当にどんな簡単なことでもいいのよ。自分がやってることぐらいは感覚を得て自分でそれを言葉にできれば次が来るからね、うん。
変えられるからいろいろ、この押している場所で動く部分が違いますよっていうことを、絶対これはパターだったりアプローチだったり、そうなんで分かる。ちょっとやってみたら。なんでヘッドを動かしたかったら、このグリップを握ってる先端ら辺の、まあ、先っぽの方を押してあげれば先が動くしっていう、こう、まあ、だんだんこう、この辺なのかこの辺なのか変えていけば動く場所が変わるってことなので、本当にそれショットに入れてみてください。絶対変わるんで、もうこれはもう練習場で遊びながらやることをお勧めします。で、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。